おはようございます。2013年12月15日日曜日、6時5分になりました。おはようございます。もう12月も半ば、15日ということで、もう残り半月で今年も終わりますけれども、まあ、実質ね、半月といったって最後の方なんて、ほとんどもうなんかクリスマス終わってからわたわたになりますし、今年はね、もう多くの企業が28から休みに、年末の休みに入ると思うので、もう21、22、23、3連休ですし、もう最後の2週間だから、もう正味明日からの1週間が最後の週みたいなもんですよね、実質。なんか久々にゆっくりというか、なんというか、年末年始らしい年越しになるのかなという感じもしますし、まあアベノミクスでね、ちょっとこうみんな少し気分が上向いてるのかなという感じもありますので、どういう風になるのか。さて、今日はテッククランチから見ていきたいと思います。何度もこの6時5分でも何度もというか2回ぐらいかな、取り上げたと思うんですけど、そのボストンダイナミクスというちょっと怖いというか面白いというか、ロボット会社がGoogle に買収されたという、 Google が BigTalk のボストンダイナミクスを買収という、このニュースを取り上げてみたいと思います。ボストンダイナミクスはですね、ここにまあ出てるこれ BigTalk っていう、まあこっちにもあるんですけども、こんなロボット、4足歩行のロボットで、しかもこいつ首というか手というかついてて、これで物を掘り投げたりとかできるという、もうなんじゃそりゃって、動きがめちゃくちゃスムーズというかですね、まるで生きてるような動きをしてて、でこいつらですね、電動ではなくてエンジンなんですね。エンジン駆動のロボットになってます。で、あとペットマンっていう二足歩行をするロボットもいるんですけども、それってなんていうのかな、防護服みたいなの着せるとですね、まるきし人が入ってるような動きをするんですよね。なんかすごいロボットなんですけど、でそのボストンダイナミクスをですね、どうも Google が買収したということで、まあ、Google はですね、確かに今のところはかなりその収益っていうのは、広告ビジネスがものすごく大きいところもありの、でもう一つはその、クラウドサービスですね、いろいろやってるのとかもありのなんですけれども、今後の方向性として Google はやはりその、人工知能もものすごい力入れてますし、さらに、こういうロボットですねにもどんどん力を入れていて、なんていうんですかね、まあ、Google ね、Google カーなんかこう出してきてますけども、ストリートビューとか、ああいうその情報収集、今まで検索技術によって情報をとにかく集めまくると、リアルタイムでいろんな情報を収集するっていう意味で、いろんなことをやっていたんですけど、その次のステップとしてね、その集めた情報をどう使うんだというところにどんどん入ってきてるというのが、このところの動きが見えますよね。その人工知能にしても、結局ビッグデータとかなんとかって言って大量にこうデータ集めたはいいけども、それってその解析をするのに人間技ではもう、人間技というか人間に扱えるような状況ではないんですよね。あまりにも膨大なデータがあって、でかつその解析技術、データ解析をして解析結果を得ても、その結果をどう使っていいのかっていうのは、パラメーターが複雑すぎて、いろんなものが何十っていう項目がですね、連動しているような方程式を解かないといけないわけですよ。そんなのってもう人間技では不可能な状況になってきてる。となると人工知能のようなものを使って、どうすれば最適解が得られるのか、どういうふうに、まあ要は調整すれば一番ベストの状態に持ってこれるのかなんていうのは、人工知能と
かを使っていかないとですね、もうとても人間が何十何百っていうパラメータを同時に判断するなんていうのはもう不可能な状況になってきてるわけですね。でかつそのロボットを組み合わせて実際に得られた結果をどうやってリアルの世界というかこの、情報空間から物理空間のところに応用するのかっていうような話になってくるとロボットを使わざるを得ないですね。要はデータがありました。で解析をしました。こうやればこうなるということが分かりました。でもこうやるができないと今度そこを人間がやって、間違っちゃうとまたそこで補正するのが大変になっちゃうわけですよね。人間がやるよりもロボットにやらした方が的確に行動するというのもあるし、で人間じゃ行動できない。例えばですね、渋滞を回避すると言ってもその車に、まあ、例えばカーナビをつけて渋滞を回避するルートをですね全車に、何百台っていう何百台どころか何万台っていう車にねそのビッグデータで解析してどうすれば渋滞が回避できるかみんなが一番最も効率よく動けるルートを全員にこう配ったとしても人間がですねその通りナビの通り運転してくれなかったらもう全部狂っていくわけですよね。だからそこはロボットが運転する、まあ要はロボットが運転するって言ったらなんかアシモみたいな運転席に座ってるようなイメージになっちゃうかもしれないですけどそうではなくて、まあ、要は車が自動制御になっていてカーナビの情報に基づいて自動的に運行すればですね全ての車が最適解というかだから最も効率のいい動きができるようになるわけですよ。だからロボットが必要なんですね。まあ、そういうふうに考えると Google が目指している方向っていうのはその世の中を本当にねコントロールしようとしているということがわかるわけですね。まあそのようになるかどうかっていうのは、まあ、それ以外の要因っていうのはありませんね。その今言ってるのはあくまでも人間の行動とかそういうものに起因するものなんですけどもそれ以外の例えば自然環境ね、まあ今ここに映ってるそのビッグドッグが歩いてるこの雪山なんかの雪が降るとかそういうものも今後 Google はコントロールをすることを考え始めると思うんですよね。でじゃあ雪を降ったりするのこう豪雪になるのをどうやって防ぐのかとかね、そういったことも今後なんていうんですかね研究対象というかもう気象関係とかその物理領域だとかいろんなところに生命科学とかねいろんなものにどんどん入り込んでいってそれらをまたそのロボットで制御し、いろんなものをコントロールするというようなところにその今までそのデータを集めてたところから自分たちのデータ集めたデータを使って、解析しさらにそれを使って制御するというところにまで、どんどん進出していこうとしているのがこういうもので分かってくるかなと思います。まあ、日曜日の朝なんでちょっとねそんな話をしてみました。さて、もう6時14分になりました。今日日曜日ですね。明日からまた新たな1週間というかもう本当今年最後の1週間みたいな実質そんなようなもんですよね。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。